にちは、中村えなです。夢タウン光の森のお得な情報満載でお送りする光の森ドリームナビ、今回のテーマはユニクロ感謝祭。皆さんお待ちかねのユニクロ感謝祭をご紹介します。それでは光の森ドリームナビスタートです。南館2階ユニクロにやってきました。ユニクロはライフウェアをコンセプトに、着る人の生活に合わせたシンプルで上質な細部への工夫に満ちた服を誰もが手に取れる価格で提供いたします。今回ご紹介してくれるのはユニクロスタッフの阿部真美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿部さん、早速ですがお店のご紹介をお願いします。はい、ユニクロ夢タウン光の森店は熊本県最大級の大型店として、ウィーメンズ、メンズ、キッズ、ベビー商品のラインナップに力を入れております。阿部さん、今回のテーマはユニクロ感謝祭なんですが、一体どんなお得情報を教えてくれるんでしょうか。はい、日頃のお客様へのご愛顧に感謝を込めて、冬に最適な感謝価格商品やニュース商品、ノベルティをご用意いたしております。第1弾は11月18日金曜日から24日木曜日まで、第2弾は11月25日金曜日から28日月曜日まで、それぞれにお買い得商品をご用意して皆様をお待ちしております。阿部さん、ユニクロ感謝祭の先着プレゼントを楽しみにしているんですが、今回はどんなアイテムご用意されているんですか。はい、第1弾といたしまして、11月18日金曜日から21日月曜日までの期間、47都道府県の銘菓を朝ご来店のお客様に毎日先着でプレゼントいたします。また税込み1万円以上のお買い上げのお客様に、毎日先着でオリジナルデザインのコラボステンレスボトルをプレゼントいたします。第1弾ということはまだまだあるんですよね。はい、第2弾といたしまして、11月25日金曜日から28日月曜日までの期間、税込み1万円以上お買い上げのお客様に、毎日先着でデザインサコッシュをプレゼントいたします。いずれもなくなり次第終了とさせていただいておりますので、お早めにご来店くださいませ。毎日でも行きたくなるユニクロ感謝祭、見逃せませんね。特別価格の商品やノベルティが盛りだくさんのユニクロ感謝祭は南館2階ユニクロで開催いたします。今回は南館2階ユニクロからご紹介しました。ぜひユニクロ感謝祭期間中のユニクロ光の森店へお越しくださいませ。阿部さん、ありがとうございました。次回も光の森ドリームナビをお楽しみに。